はい、どうも米助と申します。さあということでね、夏もちょっといよいよ若干ね終わりが見えかけてるところではありますけども、今回はまだまだね終わらない夏のぶっ込み釣りキャンプです。いやほんと暑い。ちょっと30キロぐらいある荷物をねここまで下ろしてきたらもう汗が全く止まんないです。で今日狙うのはねこの夏にしか釣れない幻の高級魚、シブダイですね。まあ、時期によってはね、キロ単価1万円とかなる本当に高級魚で、結構何回かね釣港に来てたんですけども、なかなか釣れずにリベンジということでね今回来ました。で今日来たこのポイントはね、ほとんど多分ほぼ人入ってなくて、多分地形的にはね釣れると思うんですけど、まあ、本当に秘密のポイントっていう感じで、ちょっと今日はここでね、その幻の高級魚狙いたいと思います。とりあえず仕掛けぶっこんでテント張ってキャンプ楽しんでいきましょう。それではレッツゴー。ここめっちゃ良くないですか。ちょうどこの岩に囲まれたここにちょっとテントをね張りたいと思います。よいしょよいしょ。まあこの唯一の欠点としたらちょっと船虫が多いってところかな。いやここにテントあるの最高でしょ。よし、結構多分夜気温下がると思うんで寒いと思うんで、よいしょよし。今回餌何種類か持ってきたんですけど、メインはサンマ、生サンマをあらかじめ切ってきたんでこれをつけます。今こんな感じで、あんま飛んでないけど上から投げたらいいな。よし、よっと。オッケー、こっちと向こうと竿を出しました。こっちは結構ね投げた感じ水深ありそうなんで割と釣れそうだけどね。ただこの丸いこのゴロタがずーっと投げてるところまで入ってるんで、この隙間に餌が入った時に多分魚がね食えなくなっちゃうんだよね。ちょっと難しいかもな、ここは。根やかりか。あー、ここ根やかりやばいな。あ、外れた。引っかかりはしないけど、切れはしないけど、めちゃめちゃ根が張るなこれ。なんか引っかかってる。購入してすぐ謎のね当たりがあったんだけど、何だったんだろう。値上がりしませんように。ん、あ、なんか釣れてる。これは
あの女を連れてた。よし、いい夜釣りのアイドル、ウツボちゃん。こっちの方が当たりあるな。なんかウツボのあたりやったけど、あ、ウツボにぐちゃぐちゃにされてる仕掛けが。さて、なんかかかってそう。あ、切れてる。マジか。マジか。ライン切れてる。リーダーで切られてる。マジか。よし。よいしょ、これか。ウィーバレラが開いてる。ウツボちゃん、ウツボほんと多いな。毎頭ウツボだ。トラウツボ、かっこいいウツボですね。ウツボしか釣れへんから竿一本絞ろうか。あ、いた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 。あー、くそ、根に潜れたか。本命臭いな、これ。ウツボじゃないな、これ。どうして、これは多分シブかシブダイか、少なくともタマンだな。どうしてもな、この釣り場形状的に魚は全然釣れると思うんだけど、釣れても多分大体根に潜られるっていう。やべ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 、かかったかかったかかった。しゃ、来た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 。しゃ、おお、
おお、来た来た。直前にね、根に潜られて、なんかに魚がかかって、今まだ取れてないんだけど、ちょっと雨がね降ってくるっていう予報が突然出て、雨支度してたら竿がね縁曲がりました。はい、これがね幻の高級魚シブダイですね。ただサイズがかなり小さいね。多分さっき根に入られたのが多分もっとでかかったと思うんだけど、ただ群れがね多分回ってきてると思います。ちょっとどんどん今のうちに狙いましょう。とりあえず久しぶりに、超久しぶりに幻の高級魚シブダイで、シブダイはねここに白い点があって、これでね白点っていう風にも呼ばれてます。いやー、とりあえずやりました、久しぶりのシブダイ。よいしょ。あ、切れるなこれ。あ、切れた。残念。さあね、今潮が完全に引いて魚が全く釣れないモードに入ってるんで、はい、今日ね一番やりたかったこの鉄板ですね。最近ハマってるんですよね、この鉄板で焼くと。この魚をね、特にこのサンマとかを鉄板で焼くだけでね、めちゃめちゃ美味しくなるんで、こうかな、こうで、いい感じで焼けております。イエー、この磯の上でねこれをねやるとね本当に美味しいのよ。磯の上で鉄板魚これやるときはね、前塩サンマでやったんですけど、やっぱ塩サンマちょっと辛いんで、はい、生サンマでちょっとだけね、ちょっとだけ塩足す。サンマ自体が美味しいから。久しぶりにメスにやったけど、めっちゃいい感じで炊けてる。鉄板で焼いたサンマを、じゃあ、じゃあ、完成。磯で焼いた鉄板サンマ丼完成です。いただきます。ご飯に絡ませて、いただきます。うまい、うまい、最高。最近本当にこれハマってるんですよ、この鉄板磯で鉄板サンマ焼き、サンマイワシ焼きで、これをメスティンに入れると、まあ、ええ味やわこれ、ホクホクのいい味。うん、さあということで3度目の正直ですね。よし、
早速ウツボ。お、結構でかいと。お、いきなり。お、これは。お、何これ。何これ。いきなり。ウツボじゃないぞ、これ。何、サメかな。なんだ。おお、マジか。いきなり1投目で、うおー、来た、はい、リベンジ、3回目のリベンジで、なんと1投目で、はい、タマンが来ました。なんかやったら走るなと思って、何かなと思ってたんですけど、まさかのタマンでした。いやー、めっちゃ嬉しい。まあ、そんな大きいわけじゃないけど、やっぱりこの秘密ポイントでも全然ね、タイミングさえあればめちゃめちゃ釣れますね。よし、タマンやりました。はい、これがね、綺麗なタマンちゃんですね。まあこっちでもね、この本土でも全然タマンは釣れるんだけど、まあそれでもやっぱり離島とかね、特に沖縄とかあっちの方に比べると数は少ない印象があるんで、こっちで特にねタマンが釣れるとすげえ嬉しいです。がっちり1投目でイワシをね加え込んで釣れました。いやー、これは貴重なお土産ですね。やりました。はい、でね、今回せっかくね、シブダイを釣ったってことで、じゃじゃん、幻の宝魚シブダイを釣ったんで、3日ぐらい寝かせて刺身にしてきました。まあ、あんまりね、大きいシブダイではなかったんですけど、それでもね、脂のりがすごくて、牛お汁にしたんですけども、脂がね、浮きまくってすごいことになってたんで、これがね、もう寝かした刺身が本当に美味しいんですよね。はい、なんで、いただきます。はい、こんな感じ。これがね、本当に美味しい。じゃあ、いただきます。いい、めっちゃ脂乗ってる。ちょっと伝わりづらいのが非常にねもどかしいんだけど、脂がねめちゃめちゃ乗ってるし、この甘いね九州の醤油使ってるんですけど、これとね抜群に合うんですよ。マジでうまい。まあこの渋鯛は本当にね、めったに市場には出回らないんだけど、ただ一応あのなんかネットの通販サイトとかで、あの結構洲本式のあのすごい、そもそもが超高級魚なんで価格はすごい高いんだけど、一応ね品は売ってます。一応噂によると、料理自体はほとんど出回ってなくて、それこそ東京の本当に高いこうお寿司屋さんとか、あ、そういう料亭の一部のところで一応出されてはいるみたいですね。ただほぼほぼ出回ってないです。なんでね、なかなかその渋鯛が釣れる地域以外の方はあの食べれる機会がそもそもないんだけど、一応まあ手に入れる方法はなくはないですね。もうぜひこれは、まあ、買ってもいいんですけど、ぜひね釣って味わってほしいなと。まあすごいハードル高いんですけどね、遠征に来ないといけないんで。まあただ今回は本当に1年ぶりに渋鯛が釣れて嬉しかったんだけど、ただサイズ的にはかなり小さいし、釣れる時は結構数も釣れるんで、ちょっと引き続きね、まだまだ、あと2ヶ月ぐらいはなんとかね釣れると思うんで、はい、引き続き大型かつね、ちょっと数釣りができるようにちょっと頑張っていきたいなと、はい、再びリベンジしたいなと思います。